はい、今回は、うちのアドスポーツオリジナル商品でこういうカラビナの D タイプ D 環境って言うんですけど、こういうのを使ってオリジナル商品を作ってるので、それのちょっと商品紹介をさせてもらいたいと思います。もともとこれがベースになってザックにつけていきたいんです。もともとの発想はこれをつけていけばいいんですけど、結局こういう縦ループがあってそこに通してあげて固定ができる、はい、だけどこれの位置っていうのはこの止まるところがうまいこといかないことが多いので、うん、うまいこといけば別にこのベースはいらないんですが、これがあることで任意の一番いいところにつけれるというメリットがあるので作ってます。これでうまいことつければ別にこれはいりません。だけどこれがあることで、いい位置に持っていける、自分の好きな位置に持っていける、そう一番いいところへ、はい、今回紹介特にしたいのが、一般的に汗拭くときにタオルって皆さん意外と首に巻いたりいろんなことだからチェストのとこ止めたりいろいろしてはるんですけど、意外と収まりが悪い、これから暑い時期になったら必ず汗はかくので、この処理をどうしたらいいかっていうところで、この持ってこタオルというこれ意外と薄くって吸水性が良くって乾いてくれる、で小さくなるといういいタオルなんです。これ、まあ、値段はそこそこするんでまたアップしておきますけど、はいはい、これを使ってもらいたいんです。で、はい、これをね、例えばこれもねよくできてて、ここに滑り止めみたいについてるんです、はい、でこれを内側に巻いてもらって、でもう一枚ここから止めるでしょ、でさらにもう一回固定するんです、うん、ほなこれで上下のずれってないんです。とんでもない力かけへんかい、でこうやってつくでしょ、そうするとこういう DD っていうパーツがあって、はいはい、これをつけるんです。あ、はいはい、ここへタオルをここにセットするんですけど、うん、その時にストッパーが、一応これも革で作ったストッパーなんです。これちょうどタオルの半分のところにストッパーつけていただいて、はい、これを内側に入れていただいて止めてあげるとこの状態になります。はいはいはい、はい、そうすると使いたい時は長い状態で汗拭けるんです、うん、でプラプラ邪魔でしょ、うん、いらない時は引いてあげると半分になります。あ、そういうことね、はい、へー、結構これ便利なんです。うん、一応これも D カンつけれるようにもう一つあって、カラビナウォッチ、はいはい、これもね、あの腕時計は結構汗かいたりとか、それからストックのベルトが来たりとか意外と邪魔なもの、確かに、だけど時計は欲しいですよ、うん、絶対に時計はいるかなと思うんでつけたいと思って作りました。同じようにこの状態でつければ自分が見たい時にこう向けてあげると自分の方を見えるので、なるほど、はい、そしたらずっとここにあるのですぐに時間が確認できるっていうのはつけました。今度ね、ストックって使っててちょっと岩場が出てきた時にどこに置いとくかいちいちザック下ろすのがめんどくさい、うん、もうちょっとやったらもうどうしようかって下ろすのめんどくさいからそのまま持ってはる人危ないんですけど、それを解消したくってストックをホールドできるものを作りました、うん、でこの D カンも使うんです。ストックを止めるホルダー、あ、これですね、はい、つけます。今度ヒップベルトがないとつかないんですけど、まあ、ヒップベルトがあるとしてあるものを使ってもらったらいいんですけど、ちょうどこのヒップベルトの位置にこれをまいてあげる、うんうんうん、でこの状態で、はい、そうするとストックを使ってました。さあちょっと手を使いたいない時になかなか、まあこれをしてもらってなかなか邪魔になるので、うん、これをここの輪っかに入れていただいて、はい、ここにフックがついてるのでパチンパチン、はい、で止めてもらって、ここの
裾の部分がこちらは小さいでしょ、タブが。でこっちが大きいでしょ、これ。そうするとこれをキュッて引っ張ってあげると、はい、この状態っていうことは、このまま意外とこれだけ離れてくれるとそんなに邪魔にならなくて、ある程度の作業ができます。へえ、すごいなそれ。ただやっぱり長尺のまま持っていくっていうのはなかなか邪魔なので、例えば明らかにもう短い状態にしたいときはザックを当然また下ろすのも面倒くさいので、畳んだ状態でまた同じように入れていただいて、パチンパチン止めていただいて、これを引いておくとここも邪魔にならないし、そんなに邪魔にならない、はい、これでほぼ触れることはないので。でさっきのタオル一応使わないときはこの短さで、使いたいときは伸ばしてもらうと汗が吹けます。で長いから邪魔になるので引いてあげるとこの状態で収まります。気にならないですね、はい、というふうなものが。でさっきのカラビナ落ちもこうやって見れるので見やすくなります。ボロザックにも対応できるんですね、それは。ほとんど対応できます。はい、ダメなものはまずほぼないので、ただまあできたら持ってきていただくと全部セットアップはさせていただきます。ディーカンブラザーズと呼びます。ありがとうございます。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。皆様にとって良い参考となりますように。さよなら。